お疲れ様スロットです。今日はですね、こちら来シーズン最強クラスゴレクローンやっていきますということで、まあ、バランス調整内容が、ね、発表されて、ダクネ強化ですね。はい、まあ、ヒーラー強化だったり、まあ、何ポイズンマイティー加法とかいろいろある中でのダクネ強化です。はい、まあ、強化と言っても、コウモリがね死亡時増えるだけみたいな思われるがちですけども、死亡時のコウモリいる？どう考えてもいらんやんって話なんですけど、まあ、ちょっと強化されるんで、はい、ちょっと来シーズン強そうだなっていう黒になってきます。でスケドラも強化されますね。 HP がちょっと 5% ぐらい増えつつ、2体の距離感がちょっと広くなるんで、まあ何巻き込みネクロの範囲とかそういうのがもしかしたらどっちかにしか当たんないだとか、まあ、そういったこともねあるのかなっていう感じですね。まあ、どっちかやられてもどっちかいけるみたいなラッキーが起こりそう。はい、ということでやっていくんですけども、まあ、ファイボでもいいかなの矢の雨型でいきます。はい、で今回エレーションいか、まあ、ゴルナイはまあ来シーズンそんな特別増えるかって言われてもそんな気もしないし、もういかつ、今このタイミングでケツゴレをさせてくれや。ちょっとこのプリンスをミリ残す。あー、いいたる。なぜゴレがないんだ、悲しい。はい、ってことで、まあエレシャイかな。まあザッピーとプリンスがいるゴレクロン、ちょっと特殊な方なんで、これは頑張れないかな。頑張りたいですね。はい、でまあダクネの死亡時何が強いって、やっぱダクネって5ウッドとかで飛んじゃうんですけど、まあ今まではね5ウッドだけポイウッドだけ一人できたんですけど、そこに死亡時コウモリつくんで、まあ、完全に対応するってなったら、ファイボウッドザップまで打たないといけない。どんだけアド取ってくるねんっていうね。はい、もう優秀なダクネが完成します。まあ、多分死亡時、今のままだと2体ね。って感じかな。まあ、絶対強化いらないんだよな。だってマイティとかが加砲されるんですもん。その、今ってマイティ強いんですよ。で、ポイズンも強い。だから、ちょっとこう、ゴーレムダクネエリ、まあ、エリジェがいるからっていうのがあって、ダクネがね活躍してないだけであって、そのダクネが弱いとかじゃないんですよ。もう本当に消してほしい俺からしたら。はい、マジこれだけね、組むだけね折れるんでね。まあ、今回相手がエリジェなんでちょっといい試合っぽくなってますけども、どうせこの後ゴレダクネザッピクロンしてグッドゲームになるんで、よし、はい、いきたいと思います。まあ基本的にクローンとかエレジェイちょっと悲しい、辛いゾーンだと思うんですけど。まあライドニング使ったね。ゴルナイ嫌ですね。ゴルナイ嫌だけど、知りません。よいしょ。はい、ヤナメ、アーチャー、アーチャー、アーチャーいらっしゃい。勝つー！いや、めっちゃいい。なんか全てに刺さるヤナメしてる。これ別に、なんて言うんだろう。ピンチなように見えて全然押してます。はい、流れは圧倒的に俺です。足前でじゃ生きても止まるはず。ライトニングまた打ってくるかな。ダクネ、あ、当たるか。たまたま当たんないパターンもあったけどな。さあ流れはめちゃくちゃいい。エリアドの暴力でなんとかなりそうで、これ真ん中スケドラとかであの大砲を壊せたら幸せですよね。フェニックスもいないし、それの雨で芝生ゴルネに強い。お、そろそろこれコウモリ追加してトルネードを使わしてからのクローンですね。はい、グッドゲーム。いやー、これ一つ言っとくと、まだ強化されてないですね皆さんそんなん全然全然もうヘッポコですよ、このデッキの今パワーはね。デッキパワーで言うと本当にもう全然全然大したことない。ここにもう強化の強化が加えられて、かつ周りがね下がります。自分のこのゴレクロっていうものがダブル強化される。さらにマイティポイズン何ゴブリンアイスピー、もう高回転系が全加砲。幸せ幸せ、いやもしかしてこれ地獄かどっちだ、これ天国な感じもするんですけど地獄な不幸せな方かもしんないな。これはどっちだ、来シーズンは戦うぞー。初手エリゴレの民 VS 初手ゴーレムの民VS 初手エリジャイの民 VS 初手ラバの民と、頑張る高回転使い。さあどいつが勝つんだ。
やマジで来シーズンエリゴルで世界一狙うチャンスです皆さん。あーゴレっぽいっすね。めちゃめちゃキング起動したいんですけどね、あれできないっすね俺のこの手札じゃ、残念ながら。なんか単体ユニットがいねえな。ダクネか今回。いやゴレエリピン、ゴレエリピン。さあゴレ対決です。エリポンゴレ自体は何も変わんないのか。あでもライドラとかは強そうっすね。来シーズンヒーラーライドラめっちゃ強そうだ。ヒーラーライドラいいか。エリゴレヒーラーライドラ、ゴレヒーラーライドラ、あーちょっと増えそうっすけどね。これプリンス流してこっちにコスト使ってクローンしたいんだよな、こっちに。いやーコウモリちょっとかすれ。よしよしよし。あでもランバーのレイジが意外と濁人に強いから、そう考えたらランバーもちょっと強いかもしんないですね来シーズン。どうなんだろう。普通にゴルダクネランバー強いやんって話か。うん、やべアドがやべ。まあ1本折るか。1本折りたい。1本折って守りたい。守れるかな。いや守、いやこれまあね、またライドラが強いんですよ。あのゴーレムの後ろにつけられると。なんでそれをさせない、してほしくないよの。あーもう来たっすね。本気でいきます。本気でいって、ああそれ強っ。はい本気でいってちょっかい出して、いや折れてくれ。え折れないのやばい。あ地獄です折りました。あ何もできん。あー悲しいね。いやこれは俺のちょっと攻めがへっぽこだったっすね。まあ、ここにダクネとつけたら強化されるんで、うん、そしたら勝てれたかなっていう、まあ、ちょっと悲しいね。エレボン石膏、まあ何も考えずちゃっちゃこれ展開しちゃう。やっぱ強いですからね。これで相手が何もできなかったらみたいな。一旦ね久々にやってみよう。初手これダクネ、逆サイ来ようが知らない、何かされようがもう完全無視ですね。中途半端に守るのがね一番良くないんで、もう3-1交換みたいな感じ。1個あげるけど私はキングをもらうよっていう。はい、もうつけてつけてつけて、何も考えないあ矢座、え矢座使ったってことはさ、あこれ0秒あったら嫌だな。あもっと嫌なの来た。やべ誰お前。うーん、おなんかすげえ来る。いやでもこれはギリ、いや怪しい、さすがにこれにおられるのは良くない。うーランバーマザネク、マザネク型ね。まあ、来シーズンゴブリン下方かつマイティも下方ってなったら、まあ、やや枯渇も減るかな。どうだろう、そのえってかゴレだったあんた。ヤナメはやっぱプリンセスの処理だったりなんですけど、まあ、マザネクとかマジアチャとかそっちの方が多いならば、あとはねそれこそライドラとかヒーラーダクネ、いやそうですねで多いならこっちのヤナメ型である必要もない、ファイボ型でも正直いい可能性があります。これさマジクローンしとくだよ。クローンして、あースケドラの範囲でしばきたかったな。フェニックス、フェニックスがやばい。あマジやばい、待ってマジフェニックス、お前やめろ、お前だけやめろ。おあれなんか逆転したぞ。あれダクネめっちゃ頑張ってる。ここで今死亡事故も出ますからね。まあまあこれは今端前これ来てもザッピーで止まるんで。おお、やべなんか変なチェックしてる。
一旦守って一旦守ってもらって、これも言ってよくない？どうなんです？トリトンとかいないもんね。行ってヤラム打っちゃおうか。ヤラム打ってクローンのこのなんか地味な破裂ダメで、勝っていく。はい、いやなんかたまたまゴールも多いのなんで。みんな来シーズンの準備してるぞ。いやでもここにヒーラーとかさ入ってくるともうすげえぐっちゃぐちゃになりそうだね。やべ。楽しみなんだけど。ミスナイパー。まあ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 崩壊点で強いってなったらまあなんだろうね。でもデリバリーとか、まあでもあとマザニクロイもちょっと強そうですけど、マザニクだとね止まんないっすよね。シンプルのクローンじゃないデッキとかが難しいな。いやなんかどっからどう考えても高回転が強い環境すぎて、まあでもマジアチャボム取るね。ボムタワーは来シーズンの鍵になってきそうかな。ゴレリゴレリジャイ全て守れる。あとエリジャイも強いか。はい、あれザッピー欲しいんですけど、まあないんでプリンスの頭突きで分からせてやってくんね。メガホ珍しい。プリンス強いかな。でスケドラこれ円外から攻撃できそう。いやーこれいいね。あーでも相手のベビドラもちょっといい。いいタル。さあまあ1回でねあの決め切りたいけど、やっぱそう簡単にはねダメージ通りませんので、まあこんな感じでチマ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 やってチャンスを伺うのがいいですね。あと逆サイプリンスコウモリ強いですよこのデッキだとね。やべこの位置のだけで間に合うんかな。あーマジであんま考えんずに行こうや。いやマジ強いってそれ。あでもこれゴーレムが入るわ。でザッピーで抑えてしまえば、はいはいはい、いや一応これダメージリーダー取ってるっていう。でオリーブオーラー当たるなんで意外とこのプリンスもねタイミング次第では大活躍しそう。うん、美味しいライトですね。でまたケツゴレかな。いやエリシャに勝てるゴーレムって幸せっすよね。やっぱきついんでね。でこれは低めに出してエリシャ来ると思うんでそれをザッピープリンスでしばきます。はい、なんならクローンをしてもいいぐらい。これに来るから。ここはちょっと空対決勝ちたいようなヤナメ打って、いやクローンはね相手がトルネード持ってるんで、そうトルネを使うまでなんか使う意味がないやなって思いながら、カツン惜しい。やばくね。エリジェボコせそう。でこれはトルネード使う、使ったらコウモリ出すんですね。こうメガコ用にザッピ延命したい。でこれプリンスのカツンでも止まると思うんでスケドラからのクローンしたいな。はじめましてボクチンクローンだったんだよね。今これダクネのクローンが死亡することによってコウモリのねあの死亡時2体生まれてます。でまたダクネ行かれたら死亡時コウモリ生まれてます、はい、このデッキまだ強化されてません、はい。なんなら下方状態感覚こっから強くなりますからね。こっから強くなるのやばいです。さあピンクスパイダーよろしく。そんな雲いんのか。まあ、とりまーのクローン僕よく使いますけどもマジでね一つコツというか
知っとくというのは、形組んだ時に絶対クローンを打たないといけないわけではないんですよね。そう、そこでクローン打つと思わせといて、棒っぽいとか使わせて、こっちはねクローン打たずに3、4ワードもらうみたいなこともやっぱ大事だと思うんで、本当クローン打つタイミング、この相手と打つの、いつ打つの、まだ打たないの、この駆け引きがめっちゃ大事な気がしてます。はい、ライドラ来たんで逆に逃げます。でこれ形配れても、もう無視っすね。あのキングだけおられないように程よく守ります。なんでまあこの後後ろからコウモリちょんちょんとかは理想ですよね。これだってプリンス止まんないっしょ。はい、これでライドラしっかり処理して、まあスケドラでも何でもいいんですけど、まあ攻めでもよかったかもしれないですよね。これで勝ったー。ちょ、マジで暇なんで。おっ、これによってプリンスがカツカツしてる。いや、キング降りたい。まあこのクローンはどうなんだっていう話ですけどまあキングいっぱい削れたしみたいなとこはある。さあ、またリポンゴレかな、多いっすね。さあ、ザッピー最強で、今回はね、多分2000側、1954側にライドラを出してくると思うんで、またライドラの逆に逃げちゃえばいいんですよ。わかんないけど、はい、来ました言ったら5ワードですからね。この後あのスケドラだけ頑張ってしばいてあげれば。でこれ守らないですね。でまあ守れないが正しいかもしれないけど、でクローンとかもまあしたいんですけどね、いつすんのって話ですよ。クローンなんか打たずにね、意外とこうユニットでぶっ壊した方が強いと見せかけてトルネード使ったんでクローンです。はい、まあみたいなね。まあこれはもうだいぶ決まってたかもしれないんですけど、ほんとクローン使うタイミングめちゃくちゃ重要だと思います。3コスでもね、やっぱ無駄にするともったいない。さあ来ました、おめでとうございます。あなたは初手頃をする権利を得ることができました。よろしく。もういらないもう守らない、めんどくさいコウモリもう出さない、めんどくさい。あー、マイティこれ俺ザッピー持ってたけど、ザッピーないのやばいっすよね。なんで、あ、マイティ剥がれそう。マイティは解放されるんで、あんたどうせ早く解放されてらっしゃい。おっ、さあゴブ側もね本当は解放されます。ヤナミ使ったんでこの間にクローンしたい。あー、これ本当死亡時でね、ダクネのコウモリもちょっと増えてるんで、まあそう考えたら一本折れてたかな。おい、さあ微妙に残ったな。ゴブ小屋、まあ変なロイフグ来たっすね。変なとか言って変なゴルクロ使ってるやつがいますけども、ここはダクネから入っていいですね。まあ一緒なんですけど、ダクネからゴーレム、ゴーレムからダクネ、一応このロイフグ受けれるっていう、ただそのメリットよいしょ。さあで止めてあげてからのスケドラ追加、ヤナメ持ってたな、マイティも持ってたかな、ザッピーにするか、マイティ用に。おお、あ、シーエテルグだったんですね。でこれまあだいぶ出てくるけど、ヤナメでさよならして、ヤナメ使ったらもうクローンチャンス。今回やたるっすね、シーエテルグの。うん、いやー素晴らしい防衛ですね。やたる、まあ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 、お、一応ね。まあ適当に蓋してあげて、いやコウモリ多いね。
矢の飴使ったらクローンしたいな。お、あ、待って、変なところにコウモリ出た、アホやん。うわ、これ今ダクレプリンスのところにできとったらだいぶ変わった。で、死亡時コウモリおればだいぶ違う気もするけど、いや、これだけでもなんかすごいことになりそう。いや、巻いて潜るな。あー、素晴らしい、それよしよし。いや、でもダクネが、え、お前、お前どこ行ったの。あ、やばい、あいつ、あ、帰ってきた。なんやん、マジで。いや、まあこれは一応ね、そのロイフグ警戒も一つの右サイドね。やなみ使ったな、さっき相手。まあ一応にしとく、今だし。で、もう一回ロイフグ警戒ですね。で、あっちにやなみ使うっしょ。使わないと多分守れないと思うんだ、あれ。あー、溢れてる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 。さ、やなみ使って守れないんかい。いや、マジ無限ゴルダクネ、何スケドラコウモリクローン、これしとくだけで勝てます。気持ちいい。さあ、ワンパンしてあげましょう、あなたを。あー、さすがにこれは守るね。さすがにね、初手僕ガンムシはドヤンすぎる。ロケコー、ロケコにはなんと矢波がありました。よし、いや、もう全然いい、もう全然あげる。相手もびっくりしてる。こいつ全然守れねえぞ、もしかしたらって。はい、お願い、おいで、いらっしゃい、いらっしゃい、いらっしゃい、食い込むね。知ってるよ、コウモリきついの、コウモリきついの知ってるよ。さあ、しばいて、もうこれでクローン、これでグッドゲームです。絶対守れません、絶対守れない。絶対守れません。いやー、これですよね、やっぱり。気持ちいいのはロケを間に合うんかな。グッドゲームです。まあこれがね、これクローです。はい、ここまでがセットですよね、グッドゲーム。